日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト、まだまだ続く形容詞、今日は細かい、まずは細かいというのは小さいの意味ですね。まあ日本語の文法はいろいろあるけど、細かいことは気にせずに頑張っていきましょう、ね、細かいところは気にせずに。細かいところを気にしても、まあ、しょうがない。細かいところを気にしても意味がない、ね、進めていきましょう、ね、細かいルールとか言いますね。細かいルール、こうしてください、ああしてください、これをしてください、ね、細かいルール、細かい、ちょっと嫌なニュアンスがあります、ね、小さい、そしてめんどくさい、そういうニュアンスがある、ね、細かい、濃い、薄い、濃い、薄い、濃いコーヒー、薄いコーヒー、濃いラーメン、薄いラーメン、濃い味、薄い味。濃いというのはなんかとてもこうリッチな感じ、とてもちょっとまあ強すぎる感じがしますね。薄いというのはまあもちろん悪いですよね。濃いのも悪い、濃すぎるのは悪いし、薄すぎるのも悪いですね。ちょうどいいのがいいと思います。でもよく濃い、例えば濃いアイスクリーム、そういう時はちょっとポジティブなニュアンスがありますね。濃いアイス、ね、濃いアイスクリーム、バニラの味が濃い、ね、これは結構いい感じですね、はい、コーヒーはまあ濃いコーヒー、まあ人によるでしょうね。僕はあんまり濃い、濃すぎるコーヒーは好きじゃない、僕はちょうどいい、もしくは少し薄いのは好きです、うん、細い、太い、まあ例えば細い足、細い腕、僕はちょっと細い足、そして細い腕、細い体があります、太いね、太いは逆ですよね。僕は太ってないですね。僕はちょっと細いですね。ちょっと細すぎる。厚い、薄い。これもありますね。これは例えば、体が、この胸のエリアね。この厚い胸というと、ちょっとこう、筋肉がある感じ。ね、あとは、ちょっと、スイミングをやってる人とかは、ちょっと厚い胸板。で胸板というのはここの胸のことですね。薄い、まあ僕はちょっと薄いですね。薄い胸板、はい。厚い本、薄い本、ね、厚い本、薄い本。厚い小説、ね、例えば1000ページとか、ね、薄い小説、薄い本、なんか100ページぐらい。まだまだありますよ。頑張っていきましょう。それでは、チャオチャオ。アスタレゴ。またね、またね、またね。